は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院、議員、2009年より自民党奈良県連会長。2006年法務大臣政務官、2013年法務副大臣、2014年衆議院法務委員長、2017年総務副大臣を歴任した。2020年10月より自民党法務部会長。父親は政治家の奥の政助。 弟は学者の奥野正宏。2007年、奥野の施設秘書が大麻を隠し持っていたとして、警視庁品川署に大麻取締法違反の現行犯で逮捕された。落選していた2010年及び2011年に、所属する自民党支部に計3650万円を寄付させ、自らが資金管理団体に管流させることで寄付する形で、 所得税の控除を受けていたことが明らかになった。2017年8月29日の早朝に北朝鮮によりミサイルが発射されたことにより発信された全国瞬時警報システムが一部で伝わらなかった問題で翌30日参議院外交防衛委員会で使っている方がもう少し勉強していればと利用者に原因の一部があるとの見方を示した。 民進党の白新君が勉強しなくても誰でも J アラートは伝えなければいけない。勉強していただければと言ったらまずいと撤回を求めるとそう言ったとすれば少し撤回するが我々がもう少し勉強してスマホのユーザーにしっかり伝わるような宣伝をしていかなくてはいけないと釈明した。元内務官僚、元衆議院議員の奥野誠介の長男、弟は 東大名誉教授の奥野正弘。長女は元宝塚歌劇団の夢なさや。ありがとうございます。